。ではでは、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。おっと、これはボリューム1を彷彿させるような始まり方で。いやー、何ヶ月経ちました、あれから。あれ1月だったよね。確か。あ、結構新年早々ですか。うん、そう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 。2019年の試みとして始めた企画だから、この虹色音声始まってます、ひっそりと。今回は田村豊君に、来ていただいて2人で何か語ろうかなという感じで、また田村家にお邪魔しておりますなので、本当に ひそひそお話しする感じでいやー、今日は最後の夜なるんじゃないかなとね。いやーね、またお世話になりましたよ、本当に。いやいや、魚の匂いがする。これね、目の前にはいろいろ食べ物がちょっと用意してますけど、まあもう真夜中トークですが、まあ、前と一緒で、まあまあまあ、まあ音声の前に、この音声の前に映像の方を多分もう配信してるはずなんですよ、これが配信されてる時はもう、うん、だからもうきっと来るだろうと、こう虹色ファンは思ってるわけ。何人だってね。ありがたいですね、もう映像の後音声、そう、音声の後に映像、うん、それもある、あるんですね。あるよ、そのパターンもあるよ。いや、今日すごい、どうなんですか、うん、重いテーマなんですか、もう。今日もうテーマはね、今日はね、ちょっとね、はい、軽くいこうかなと、今回は軽いテーマ、今回はそうだね、まあ、テーマを決める時点でちょっと重さみたいなのがあるのかもしれないけども、はい、うん、まあ、田村が今一番絞りを飲んでいて、僕はファンタをオレンジを飲んでますけど、ちょっとね、昔話でもしようかな、昔話も混ぜてのとちょっとトークをやってもいいですか。ね、ちょっと初恋、でも初恋行こうかなと。初恋ですね、うん、うん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 、そうなんですよ。淡い淡い淡い初恋淡いまあ初恋といえばそんな感じのイメージがあるよね。ちなみに初恋はいつでしたか。これはまた難しいんですけどね、うん、なんか男の子と女の子の違いみたいなのはやっぱ幼稚園ぐらいからですかね。なんかまあそれが恋だったのかはわからないですけど、確かにね、なんかすごい、なんか今大人がやったらいけないことをしてたような気がしますなんか、うん、触ったりとか、いや違うんですよ、その子の、うん、家の方角がその辺だから、うん、このマンションなのかなとかで、うんうんうん、名前を探したりとか、幼稚園ですなんかそういうことをしたりしてましたね。うん、名前とか探したり、すごい、まあ、今思うと やばいですけどねまあこれも恋なのかなと思うんですけど、別に会って話したいとかではないんですけどね、なんか、うんうんうん、変にこう特別視をしているというか、ね、変なことするわけでもないけど、うん、あったよね、なんかそういう探してる自分が、うん、なんていうんですかね、好きだったのかなっていう自分の、あの頃ってその好きとかっていう気持ちもよく分かってない、うん、よく分かんないですね、うん、あ、これ初恋だなってい こう認識があったのって僕は小学校5年生の、うん、それまではしっかりとした高学年ですね。そうだね、うん、それまではあんまりこうなんかまあ可愛いとか思ってたことはあったのかもしれないけど、誰かを見てね、うんうん、でもこう、あ、好きだ、うん、この子いいっていうか、うん、もうなんかこの人となんかなりたい、一緒になりたいとか、うん、そういう気持ちが抱いたのは小学校5年生かなと、うん、それはどうだったんですか、うん、両思いにね、なったんだよね。お、その時はならなかったんだけど、これちょっとね、うん、めんどくさいんですけど、中1でなってるんですよ。じゃ
じゃあその2年越しに2年越しに両思いでになったという、その5年6年の頃も好きだったよみたいな感じから。そうですね。うわいいですね。もうそれはもうハピネスだ、ハピネス、ハピネス素晴らしい。僕じゃあそしたらあれなんですかね、やっぱり、うん、すごい本当に好きっていう前に好きかなぐらいで、うん、友達とかに、うん、でもあれ何々君のこと好きだからねみたいな。ああ田村のタヌキも出てこねえみたいな。もうなんか2日休んだりしますそこでマジでそういうの聞いてから、でもまあ今思うとは残っちゃもう戦えみたいな感じですけどね、その頃の自分からしたら、うん、戦え、そんなやつ負けんなみたいな。でもなんかもうすごいもう引いて下がってましたね、その時はもう、うん、そのあのガッガーンみたいな感じで、うんうんうん、全然戦う意識もなく、ああそうなんだみたいな。他に好きな子が、まあ、やっぱそういう好きな人の話とかって、まあ、よく知ってたと思うんだよね、うんうんうん、あの人はこれこの人が好きみたいな、うんうん、聞いたりして、俺もその初恋の人、うん、小学校5年生の時に好きになったけど、うん、全然別に好きな人がいたっていう話とか聞いてたし、うん、実際別な人と両思いになってたりとかもあったの、その2年間の間に、うん、でもこれは俺の感覚なんだけど、それで好きな人を変えるっていう理由が俺にはなかったのさ。それからやめるとか、まあ、奪うっていうこともなかったんだけど、うんうんうん、自分の気持ちでそこで変わらないかったの俺は、うん、なるほど、うん、終わらそこで、あ恋は終わったみたいな感覚がよくな分からなかったっていうかなかったんだろうね、うん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 、そしたらなんか、うん、巡り巡って俺んとこ来たみたいなはそんな感じだったんですよ。なるほど、うん、もう俗に言う一途な男は素敵ってやつ、そうなったのかな。こう別な捉え方すると、まあその子が、うんうん、いろんな人を好きになるタイプだったのかな。へえーうん、はあはあはあ、こうある一つね、うん、やっぱ一途な男がええわになったのかな、なったんですかね。でも何かその俺は知ってる限りではその子は中学まで一緒なんだけどさ、うん、結構俺は長かったんだよね。結構ほんとコロコロ変わる人で、うん、今思えばね、うんうん、でもそのそういう一途な虹代さんに対して、うん、なんでそういうあの一途じゃない女性を好きになるんですか。ほんとね、うん、そこが気になって。ああだから、まあ、あの頃はそのこういう人だとかっていう内面的なものをあんまり見てなかったっていうか知らなかったの、うんうんうん、もう見た目だけ、うんうん、とあと、まあ、表情とか仕草とかさ、うんうんうん、声とかさ、うんうんうん、そういうので好きになってたから、うん、でも結局両思いになったけど、うん、お互い恥ずかしくて、うん、お互いまであんま知らないの、うん、一緒に帰ったことはあったけど、うんうんうん、あんまり話してないし、だから今思えばその子のことをいっぱい知ったら俺好きになってないかもしれない、うんうん、性格的に、うん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 、こう考えるとやっぱ初恋って淡いよね。淡いよね。なんか本当お付き合い中学校で初めてしましたけど、はい、でもそんな感じですね、うんうん、帰ったけど特になんかしたかって言われると何も、うんうんないよね、してないというないよ、ね、ことですよ本当、うん。まあ、今回ね、はい、あの「なぜ初恋」をね、はい、テーマに持ってきたかと言いますと、まあ、僕の曲で「初恋コースター」というね、まあ、大変古い曲なんですけども、うん、僕が多分ね23とかその時ぐらいに作った曲なんですよ。十何年前とかですかね。のがあって、まあ、それも別に実体験を書いたわけではなくて、うん、僕の中の架空の物語を普通に歌にしたっていう。まあちょっと淡いお話みたいな、やっぱ初恋だからと思って、なんかまあジェットコースターの加速と初恋で人を好きになるこの気持ちの加速度重なるかなと思って作ったんだけど、なんですかその物理的な物理的な曲なんですか、うん、いや全然その
なんだろう、好きになっていくと周りが見えなくてこうどんどん気持ちがこう先走ってしまう。ジェットコースターも最初ゆっくりだけどどんどん速くなっちゃうっていう、なんかそれが面白いなと思って多分作ったんだよね。お、うん、初恋コースター初恋コースター。いいっすね。とりあえずその曲聴いてもらおうかなと思って。いいですか流して。お願いします。うん、じゃあ、虹色ライダーで初恋コースター聴いてください。止まらない僕の交差、君を知って君と話してよく見えない他の景色、君以外じゃ止められないみたいだ。出来たての僕の交差、錆びたところなんてないよ。君が見える角度を何度も確かめて、時間は過ぎてくね。隣の席が空いてるから君に座ってほしいんだよ。そしたらこの速度は君に合わせてゆっくり進むのに、今は好きだから好きだから、この気持ちは加速してく一歩を、ふとした時でも僕を見てよ、止められるのは君だけなんだ。回りすぎて目が回る、君に印象はないかも、いっそのこと壊れればなんて、何かのせいにしたくなるよ。初めての恋だから、アクセルブレーキ駆け引きがわからない、ゴールなんてないと思う、そうやってアクセルばかをしている。毎日好きだから好きだから、この気持ちは加速してく一歩を、思うたびに苦しいけど、そんな自分がまた楽しんだ、好きなんだ好きなんだ、この気持ちが君に届くと止まらない、僕のコースターは見事なほどあっさりと止められた。でもね、もう少しだけ走らせて。はい、聞いていただきましたけども、まあ田村くんはね、これが配信された時には多分初めて聞くかもしれないこの歌を今現時点ではちょっと聞いてないですが、音源はいつ作ったんですか、その17年前に作った。あ、今流した音源ですか。はい、あ、それはこれと一緒で、うん、家でこれをピッてやって、じゃあ、なるほど、なるほど、最近歌ったやつ。あ、そういうことですね。うん、いや、でもすごいですね、その正確に覚えてるもんなんですか、その。あ、その歌を。うん、あ、覚えてるね、自分で作った歌は。うん、いや、僕もう何曲かその若い頃に作った曲は、うん、もう、あ、ここを忘れたみたいなのありますね。あ、サビを覚えてるけど、あ、メロを忘れたとか、うわって、いや、なんかメモしとけばよかったとか思ったりしましたね、今。あ、そうか、でもやっぱ暗記っていうか記憶してるから、俺全部あるもん、コードも歌詞も紙に全部書いてるから。うん、その紙はよくなくされなかったですね、そのずっと。あ、そうそうそう、ファイルがあって、うん、ああ、なるほど、ファイル今、まあ、カバーも見たら10冊ぐらいあるもん。やっぱそういうのが大事ですよ世の中本当に本当に今更ですけども、整理整頓
は本当にした方がいいと思いますね、本当。うん、僕なんかもう最近あのギターを結構弾くようになって、うんうん、もういろんなものをこう探せなくなるんですよ。例えばカップ一つでも、もうカップ三つ目ですよ、もう買ったの。なくしたってこと？マジで？ちょっと出てくるかもしれないよね、下手したら。しかも回数的にカップはもう少ないんですけど、うん、この前大掃除したら、大掃除してる場所じゃなく全然台所から出てきたっていう。台所にカップ、すごいな。で母親がなんか、うん、ちょっと鍋のあの熱いのを持ち上げるためのやつだと思ってそれで使ってたんです、うん、かそんなカポダストのカポダストの使い方かって。すげえな、それは見つからんわって、うん、まあ、それ使いこなしてたってことだよね。その大掃除した場所になんか鍋の箱があってその上にあったから、うん、その部品なんじゃないかと、うん、それで使ってたんですよ。でもこれ2つないとあれだけど、まあ、まあそうだよね、なんていうんですか、タオル1個で済むからいいわみこれみたいな感じで使ってたんですよね。まあうちの 母親もちょっとあの天然なところで、ね、うん、そういうのもあって、すごい、うん、面白い。ピックもうなくなりますし、本当でも見つかんないんですよね。結構なくしてるんですけど。そうだね、物に関しては、まあ、場所を決めることかな。いや素晴らしい、そういう話をどんどん全国の皆さんにお願いしますね。いや、 やっぱり二条さんなんかどっかで使命みたいのがあるんですか、うん、その、うん、どっからそのこうしようって決めたことを守れるんですか。あ、ここに物は置こうとか、うん、自分ルールみたいなの、うんうん、なんか守る秘訣をちょっと聞きたいんですけど。別ね、うん、自分ルールを守る、なんだろうな。だから、まあ、それを守れなくなると、うん、どんな未来が待ってるかというと、うん、物をなくしちゃって、うん、やりたいことがすぐできなくなってでしまうとかね、また買わなきゃいけなくなってお金を使ってしまうとか、いい未来が待ってないって思うと、それは優先的に、まあ、意識的にやった方がいいだろうと自分の中で出てくるし、過去に相当辛い未来があった本当。いや、なんだろうな、これね、なんでだろうって思ってたら、俺兄弟5人いるのね。え、そうなんですか。うん、5人兄弟なの。マジっすか。うん、の2番目なの。2番目って次男なんだけど、上からってことですね。そうそう、兄貴がいて俺いて、うん、まあ、妹弟がいるんだけど。へー、そんなビッグダディみたいな、うん、パパなんですか。そしたらもうなんかね、あの DNA からかな。親父は大工だけど。あ、そうなんすか、うん、あ、でもなんかすごそう。なんだ、まあ、お兄ちゃんだからさ、どっちかといえば2番目だから、うんうんうん、下のやつらが、うん、ほんとしっかりしてなかったりとか、うん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 、で、まあ、5人もいると家庭も、うん、あの大変だからさ、うん、まあ、親とかもさ、うんうんうん、つきっきりはできないでしょ、うん、いや、変な使命感が生まれたんだろうね、ちっちゃい頃に、うん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 、しっかりしなきゃとか、はいはいはい、うん、それで見本になるようなとかさ、うん、あの下のやつらにさ、だからちょっとだらしなさみたいなのは見せれないっていうのは、うん、もしかしたらちょっとあったのかもしれない、 あのちっちゃい頃から。マジっすか、うん、いや、そこからやっぱりしっかりしなきゃみたいなところで、まあね、ある程度ね、いや、それはびっくりしましたね5人兄弟ですか。そう、いや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 、もうあと4人助っ人呼んだら、あの、野球の試合できますね。そうだね、草野球チーム作れますね、うん、すごい、ね、僕が入ったとしてももうそこで6人です。いや、すごいな、うん、
皆さんも音楽活動されてるんですか？全く。俺だけ。俺だけっていうか、まあ、母親も一応してるっちゃしてるから。あ、そうなんですか。うん、まあカラオケね。あ、じゃあみんなそれぞれ別の道を歩まれてるということで。まあそうだね。誰も大工は継いでないし、まあ、趣味もそこまでバラバラじゃないかな。どっちかといえばインドア派というか、うん、音楽はねみんな好きなんだよね。でも実際楽器をこう人前でやってるのは俺だけで。なるほど。うん、まあ、全然ピアノ弾けたりもするし、妹はね。あと工藤家はね、うん、あの俺以外、はい、全員絵がうまいの。どういうことなんですか？わからない。俺が下手なの。みんな絵うまいのさ。そう。どのぐらいうまいんですか？ね、まあ、特に妹は賞とか取ったぐらいなんだけど、で兄貴に関しては漫画家になろうと思ったぐらい。へえ、うん、あ、じゃあもう本当に器用なタイプが。器用かもしんない。まあ大工だしね親父が。ああ、うん、なるほど。性格無比なハンマー打ちからカカカカ。じゃあなんか俺こういうちょっとは広告出したいんだけどって言ったら、うん、すごいユーモアな絵とかもすぐ描いてくれる。そうですね。まあ描いてくれるのかな。頼めば描いてくれるのかな。、うん、いや兄弟でギャラ発生したあれですけど。いやすごいな。まあ僕は兄弟以上、うん、まあ、家族みんな目立ちたがり屋なんですけど。あ、そうなんだ。そうです。おお、やっぱその血を引き継いでな。そうです。もうみんななんかどっかで、うん、あの見せたるみたいな感じなスタンスなんですけどね、うん、まあただいざお客さんの前でとかだったらその、うん、僕ですかね、うん、まあ、僕は本当にあれですから、ずっと中学校の学祭をずっといつまでも引きずってますから本当。うん、ええ、いつまでも引きずってますね本当に。すごいあの夢にも出るぐらい嫌なトラウマがあるんですよね。それとずっと戦い続けてるっていう感じですかね。詳しく話せる。いいですか、うん、その学園祭の時に800人近く、うん、全校生徒とか、うん、まあ、先生の前で歌って、うん、気持ちよく歌って、うん、時間がないんでアンコールはできませんみたいな感じで、うん、かっこよく言って終わったんですけど、うんうん、それを何ってまず当時ビデオテープできたからって見るみたいな、うん、いや、いいけど、みたいな、うん、めっちゃ嬉しかったんですよ。今度はね、本当はすごい嬉しい。それを抑えてね、ちょっとすまし顔でさあどうなんだろうって見たら、もう3曲ほど歌ったんですけど、うん、全く声が入ってない。え、声が入ってない。声ゼロ。もう口パクレベルですよ。え、要はかき消されてる。え、周りの演奏しかりガヤガヤしかり。そっか、聞こえないんで。歌ってるけども全く聞こえてないね。え、あー、もうそれで僕のもう動きだけお楽しみくださいませみたいな感じです。うわー、きついね。そして2曲が英語の曲で、うん、英語なんか当時そのボーカルの声とかずっと暗記とかにすごい頑張ってたんですよね、うんうん、その結果これかみたいな。なんて才能のねえやつなんだみたいな、もう、もうシュンとしてですね、もうずっと、もう本当そのマイクとか声とかに関してすごいトラウマがあるんですよ。そこで活動は諦めたんですよね一回。本当そういう才能はないみたいな声に。でやっぱその楽器がなくなった瞬間聞こえてくるんですよね、かすかに。うん、うん、ああもうダメだなこれとか思うぐらい。あで結局
テレビとかで見るとすごいちゃんとはっきり聞こえて、うん、どんなにガシャガシャしようがとか、うん、X ジャパンみたいにこう、うんうん、しようがすっガタガタガタってやっても声すごい通るって、うん、でその時もう単純にダメだと思ったんですけどね、うん、もう才能が、うん、そこからですかね、この野郎精神でうんうん、うん、なるほどね。あの時の恥ずかしい思いした思いを、うん、なんか戦うことによって、あの時のお前は悪くなかったんだよって、うんうん、って伝えたいよなと、今はそういう感じでずっと歌ってるっていうのも、なんかそういうところからもありますね、本当。なるほどな、あめっちゃええ話やんめちゃめちゃいい話。いや初恋のテーマどこ行ったんや音楽って楽しむものとは言いますけど、やっぱ時には残酷な、うん、うん、一発勝負ですし、まあね、なんかあの、まあ、野球とかに例えると、うん、ミスがなんかつきもので考えるんですよね、うん、野球で、それをいかにどう考えて、うん、でミスしたらどっかで見せたるとか挽回できるチャンスも何度もあったり、うん、音楽って割ともう取り返しのつかないそうだね、言葉の連発なんですよね、うん、ずっとこう最高に歌って最高のパフォーマンスでやってたのに最後の曲で例えば声が潰れたとか、うん、なったりしたらもう結局声張りすぎなんだよみたいな感じで終わるっていう、そうだね、みんな言われて終わりっていう、はい、そこだけが残っちゃってみたいな、そう、ね、そう、二度と同じステージはできないからね。いやそうですね、そうなんだ、本当だからデリケートかな、うん、取り返すのって結局次のライブとかじゃないですか、うん、その悔しさを、そうだね、そこ良くてもまた次でとかもありますしね、うん、今度は歌詞が飛んだかみたいなうーんっていや、とってもデリケートですね、うん、なんのあの音楽あのかっこ神経質ってなんかつけなかったのかやばいですよね、これが、まあ、僕らはなんて言うんですか、そのドンって札束をドンと置かれてないですから、うん、あれですけど、ボンと置かれてる人だったらやばいっすよね。まあね、どうするんですかね本当。なんか練習してるからね、プロは。リハーサルもしてるし、うんうんうん、まあもちろん念入りな 技術も実力も余裕であるんだけど、うんうん、一体感、一体感はどっから、もうなんか寝てても弾けそうな人たちですもんね、うん、本当見てたら、あの歩きながらであんなもう腕も器用にこう指一つ一つ、いや本当ね、失敗って知ってるって言いたくなる、そう、ね、唯一なんかボーカルの人が見捨てるなっていうのはたまにありますけど、あなんか歌詞とか、ああうん、まあそうだ、ね、ああやったかっていうの、うん、楽器の一つなんかそんなイメージないんですよ、ないな、すごいなと思うんですけどね、うん、何なんですかね、ね、うん、なんか ロボット本当そうだなと思っちゃうプロを見てると精密機械すぎて自分ができないから本当そう思っちゃう、うん、ちょっと一応プロの人の曲も今回流してもいいですかね。お、誰ですか。じゃあ、そう、福山雅治。初恋。しつこいね。初恋のテーマだから。一番だけ聞いてください。どうぞ。聞いていただきました。まあまあ今回初恋がテーマなんでね。うん、その。まあまあその子供の頃の初恋の話はまあ最初にしたんですけど、うん、初めて好きになった芸能人とか覚えてます？芸能人、うん、あれですかね、芸能人、
俺ね、田中美佐子なんだよね。へ、うん、わかる田中美佐子、女優ね。わかるな、うん、あの人が多分一番最初に好きになった芸能人。へぇ、そうなのか、うん、すっげえ綺麗だなと思って、まあ、おばさん、おばさんっていうかね、その当時からかなり年もうかなりじゃないか、小学生の時だから30代とかじゃないかな。すごい、なんですか、もうドラマとかすごい見たってことですか。いや、田中美佐子目当てでドラマを見てたわけじゃないんだけど、もしかしたらなんか番宣かなんかでバラエティに来た時かな。バラエティの方が好きだったから、その当時は。それで知ったのかな。そこでググッと来たんですか。ググと、うん、なんでなんでだろう。一体何が起きたんですか、新庄さんの。ねえ、不思議だ、未だに。その時の旬な人とかではなかったんだよね。でも高校生とかの時は普通に本当旬な広瀬涼子とか、うん、すげえ人気だったし、全然好きだった。うんうんうん、あの水野美紀とか、踊る大捜査線です。僕はマキって呼んでる人ですか。ミキなんですね。ミキの方、マキの方は綺麗なお姉さんは好きですか、ね、CM だった。あっちの大捜査線の方ですね、うん、ミキは、ミキは大捜査線、うんうんうん、いや、ここでその、まあ、あれですかね、一途さが出てますよね、うん、僕なんか割と綺麗な人だなと思って、もう入れ込まないですね。あ、そうなんだ。この人も綺麗、あの人も綺麗。あ、可愛い、可愛いとか。今俺そんな感じ。あ、そうなんですか。うん、なんかこれ、この人いいっていう人がそんないないというか、まあ大体好き。なんか拒否もあんまないんですよね。この俺の人は苦手だなとかもなく。だからもうあともう思いやりなのかなと思っちゃいますよね。その人がどれどういう一緒に飲んだり、うん、なんかお話しして、うん、ちょっとデートしてどういう人なのかなって言って、うんうん、すごい好きになるっていうのなのかなと、その、うんうんうん、うん、全然女優さんとかグラビアアイドルとか、うん、もうよくわかんないんですよね、そのそれだけだったら、画面通してだったら、うんうん、そうだね、うん、なるほど、うん、そこなんですよ。結局僕と居酒屋に行ってどうなるかっていう話なんですよ、うん、確かに ね、 ね、ちゃんと見てるね、その人のことを。俺はもう画面越しで、画面越しもう綺麗だったらいい的な、うん、あ、だから今その、まあ、AKB とかたくさん言いますけど、うん、やっぱり二人きりになってみないと分かんないですよね。そうだね、うん、可愛い子とか綺麗な子はたくさんいますけど、うん、うん、でもいい子もいるだろうね、うん、どうなのかなと、うん、その中でってなったら、うん、厳しいですよ僕は。こういうこれやられたらもうアウトっていうのある、うん、どういうことですか、うん、ああもう、あ、いくら可愛くてもってことですか、うん、居酒屋、はい、一緒に二人きりになりましたと、うん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 、なんかこいつくちゃくちゃ食べてるなって。ああ、なるほどなるほど。そういうなんかちょっと、うんうん、これはちょっとアウトだなっていうのある。まずですね、うん、まず、なるほど、ええ、まあたくさんある感じですけど、まずっつったやっぱり可愛くても綺麗でも言葉が下品な人は嫌ですね。一緒一緒、俺もそう、うん、大事そこ、俺もね、そこなっちゃうのさ、あの食べるっていうのを食うっていう女の人ダメなの。ああ、ダメですね、うん、そう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 、そういうのが流行りなのかわからないですけど、うん、友達の前ではそうやってるけど、うん、僕の前ではしてほしくないですよね、うん、もうその時点でなんか恋愛対象ではなく仲間なのかなって思っちゃうぐらいで、うん、なんかそれぐらいちょっと違うのかなって。それよか、ま
すごいもうギャルギャルなのに、うん、言葉丁寧とかの方がちょっともうええって感じで、うん、分かる、うん、素晴らしいと思いますけどね、うんうん、姿勢がすごい綺麗とかギャルでしょってギャルなのにあなたすごい姿勢綺麗よ、うん、とか教育されてったらすごいなって思いますけどね、うん、そこは確かにそういうのだったら全然いいんですけどね、うん、本当にだからなんかどっちも使えた方がいいんじゃないかなと思いますけどねやっぱり、うん、その下品なほどもうまあ言うとしても、うん、それが私だと思わないでほしいですかねやっぱり、うん、そうだね、うん、なんかそれ分かってて言ってるのと、うんうん、なんか自然に出るのとまた違うよね、うん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 、本当おお社長に話すような感じのスタンスも作れやみたいなそう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 なるほど意外と田村君厳しかった厳しいですよ僕はもう日本語不自由な部分もありますけど厳しいですよそこうんまあコロコロするっていうあれもありますけどこの人にはこうやって話すけどこの人にはこう、うん丁寧に話すっていう人も信じられないとかもありますけど、うん、でもまあ誰にも丁寧だったらいいんですけどね一番、うんうん、もちろん貫かないでほしいですわその、うん、ああ私こうだからズボラだから原因だからみたいな感じよよよみたいなうんあれですね男っぽいって言われるんだよねみたいな、うんうん、すいませんおいみたいななりますよ本当なるね、うん、まあ得してる人もいるかもしれないですけどね、うんうん、キャラがいいみたいな感じそうだね結局なんか友達がさ、うん、そういう風に言う人いるんだけど全然俺大好きなんだ友達としてはね、うんうん、だからまあ悩かいで人って慣れちゃうから、うん、そこを俺もすごい嫌いなんだけど言葉遣いは、うん、結局人は慣れるんじゃないかなとは思うかな、うん、全然あの王道としてる方全然もうキュンってきます、うん、私が食べてもよろしいんでございますするでしょうかみたいなの方がキュンとくるそう来ますよ大げさの方はまだ大げさでも、まあ、普通が一番ですけどね普通が一番ですけどどっちかっつったらうんうんどっちかっつったらねその綺麗すぎるの綺麗言葉が、うん、すぎるのと下品すぎるのだったら、うん、やっぱ綺麗な方綺麗な方がね、うん、じゃあねはい、次のテーマいこうかなと思うんですけどお願いしますこの虹色音声これなんぼだろうボリューム20なんぼかちょっと分かんないんですけど25か6、うん、5か6ですか、ね、うんまあはこの辺で終わって、はい、またちょっと区切って次回別テーマでちょっとお話しようかなとまだ思います田村君との話はまだ続きますので次回もよかったら聞いてください。この辺で終わりたいと思います。さよなら。